パラ卓球、古川かなみ選手。東京パラリンピックにも出場した実力の持ち主で、来年のパリ大会でも活躍が期待されています。福岡県新宮町の博多卓球クラブで一般のスクール生に混じって練習をしています。応援させてもらってくれてるし、やっぱりそのやっぱこう自分もその中に教室に入ってもらってるので、すごい楽しいです。パラ卓球は障害の重さによって11のクラスに分かれています。古川選手が所属するのは知的障害者のクラス。一般の卓球と同じルールが採用されています。古川選手は小学4年生の時に軽度の知的障害と自閉症スペクトラムの合併症と診断されました。理解力が劣る、臨機応変な対応が難しいといった特徴があります。勉強ついていけないし、コミュニケーションもなかなか通らないことがあるんで、ね、今まで大丈夫って言われてる方がどうしてって感じだったんで、だから逆に、まあ、ショックというより今度それに向かってケアしていけばいいかなっていう感じに捉えましたけど。中学に進むと卓球部に入部、その才能を開花させます。明るくなりました。で、卓球に関する話だったらコミュニケーションがやっぱ取れてたんで、それでコミュニケーションもちょっと成長してきたなって思いますね。競技を続ける中で何度も壁にぶつかってきました。実力がめきめきと伸びる一方で、どうしてもハンディキャップが古川選手を悩ませます。自分で考えてプレーを、戦術だったりとか立てれないので、やっぱ試合中に忘れてしまったりとか、急に地団打踏んで行動がおかしくなる時もあるので、まあ、そこですね、不安は。こうしたハンディを克服するため、コーチの教えを毎日ノートに書き留めています。これは試合前に見ようかなとか、練習前とか。そして勝ち取った東京パラリンピックの舞台。直前の国際大会でも活躍していた古川選手はメダルの有力候補でした。しかし結果は予選グループでまさかの敗退。普通に悔しいっていう感じで、でも次出たら金メダル取りたいなって感じです。試合近いから目的意識しっかり持って全員行動するように。はい、はい、はい、おいで、はい、どう戻って戻って、体の近くで打つよ。あと1年に迫ったパリ大会、今度こそメダルをつかみたい。練習にも熱が入ります。はい、何してんの。この1球で人生変わるかもしれないんだよ。古川選手の武器はしゃがみ込みサーブ。サーブの際にしゃがみ込みながら打ち、体全体を使ってボールにスピンをかけます。通常よりも倍以上の回転がかかり、どのように曲がるかは打った本人にも分かりません。最初は難しかったです、覚えるの。あまりこのクラスではやる人はいない。あんまいないですね。あんまいないから覚えたかった。そして今年6月に行われた知的障害者卓球の全国大会。今年の秋に開催されるアジアパラ競技大会代表の3人がここでの成績で決まります。第2シードの古川選手、準決勝まで順調に勝ち上がります。ミスが続く展開に精神面の課題も顔を出します。
残念ながら決勝進出はならず。迎えた3位決定戦、練習でダメなとこが結構出たんで、練習あるのにそれをまだ練習してちゃんとマジパラとかちゃんとそこで修正してパラでも出ないように練習しないといけない。結果は3位でしたが、アジアパラ競技大会の出場権を獲得した古川さん、この大会で優勝を飾ればパリ行きの切符が手に入ります。パラリンピック卓球の知的障害のクラスの出場枠は世界でたった10人、狭き門を突破し頂点へ。古川選手の挑戦が続きます。自分のその今の順位とか世代ランクとかを、まあ、落とさずにキープしていくことですから、それに向けてはまあ、みんなに勝って金メダル取ることです。